選挙の年と言われる2019年の時に、秘書が世話政策研究会事務所に還付を受け取りに行った際に、今回はノルマがないということで、還付が大きくなったで、そのことに驚いた秘書が、初めて私にその還付金の金額とこの仕組みを報告に来たというのは思い出します。 橋本さんが知っていて世耕さんが知らなかったというこの構図は不自然であると見ているんです、ね、で今後、私も橋本さんと同じだという議員も出てくる可能性があるので今回のこの発言が突破口になって真相解明につながるかもしれないというお話でした。うん